にちは、今日はですね、空調服についてのお問い合わせが、ありまして、こちらの回答をご紹介していきたいと思います。外仕事が多く空調服を検討しています。おすすめのメーカー、ベストか長袖タイプかどちらがいいでしょうか。予算は特になく長い期間使いたく、1日8時間は稼働させたいです、という問い合わせがありました。おすすめのメーカーなんですけども、弊社では、この空調風神服の機械と空調服車、セフト社製のバッテリー、ファンバッテリーを使ったメーカーを販売しております。その中でもですね、空調風神服に関しては、ファンバッテリーが、バッテリーに関しては日本製なので、安定的にですね、故障率も少なく、また S マークもついてますんで、非常に信頼できるバッテリーだと思いますんで、そちらを押しております。で、ベストか長袖タイプどちらがいいでしょうかということなんですけども、普段ですね、着てる仕事を、職種が長袖を着なくてはいけない職場であれば長袖を着た方がいいと思うんですけども、半袖でもいいところはベストを着ていただいて、中に半袖のこれですね、半袖のコンプレッションを着ていただくば涼しく着られると思います。もしくはですね、こういった半袖タイプもここからですね、風が出てきて非常に涼しいという話もありますので、それもありかなと思います。1日8時間稼働させたいということなので、空調風神服の場合はですね、フルパワーでやると4時間ぐらいですねしか運転できませんので、3段階あるうちの中で回していただければ8時間クリアできますので、そこはですね、うまく使っていただければと思います。ですので、空調風神服をお勧めいたします。ご視聴ありがとうございました。今日ご紹介した商品は買えますよね。買えます。どうすれば買えるでしょうか。弊社通販サイトアルベロットユニで買うことができます。下にね、リンク先貼っておきますんで、こちらで飛んでご購入いただければと思います。